なたなのですね。あなたがマナの記憶の収穫者。あなたが私のマナの剣士。いいか、くそ、そんな、おい！見つけたぞ！やれやれ。どっちだっけ？行くぞ。やっと。やっと。やっ、行くよ。行くよ。うん、おしまい。やったな。ありがとう。オッケー。聞こえますか？なんだと！
強そうだね。頑張ってみる。やあ、行くよ。やあ、遠くよ。やあ、遠く。やあ、遠くよ。よし。木は熟しました。さあ、あなたの物語を。
ようやく目覚めたのですね。私はあなたのすぐ目の前にいます。私はマナの木。こういう姿の方がお話ししやすいでしょうか。こんにちは。よかった。こうやって人のことを話すけれど、喜んでばかりもいられ。ここはマナの聖域。あらゆる命、この世界に残された最後の地下地点はマナで満ち溢れていた。この世界は滅び、失われてしまいました。そしてマナの木も、日に日に今の私にできるのは、マナの木を通じて世界の記憶をたどることだけ。そう遠くない未来、この世界は完全に消滅してしまうことでしょう。ですが、この世界を取り戻す方法がたった一つだけあります。それが、ありがとう。あなた、マナの木をよみがえらせ、この世界を救うため、あなたは私の こうしてあなたの前に姿を、私の力を込めた人形をあなたに託します。ですね。つまり、どうです？フーム。マフフフ。
誰を連れて行くんだ？やるぞ。魔法といえば僕だろ。始めようか。頼んだからな。
だな。Thank you.
用がないなら帰るぞ。僕だって今日も特訓するぞ。シール。いらっしゃい。それほどでも。いや。毎度。